ディズニーパーク、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート、ディズニー・アニマル・キングダム・ディノ・ランド・ USA ・ディノ・ランド・ USA とは、ウォルト・ディズニー・ワールド内、ディズニー・アニマル・キングダムにある、テーマランド。エントランスのブラキオサウルスの化石恐竜をテーマにした、テーマエリア。恐竜をモチーフにした隠しアトラクションや、化石などの展示を見ることができる。映画、ファインディングにもをモチーフにしたミュージカルもここで、 上映されている。また、太古の時代にも今と変わらぬ姿で生きていたとされる、アメリカワニなどの生物も展示されている。2002年に、地元民のチェスターとヘスターの夫婦が、恐竜発掘にあやかって、彼らが所有する、ガソリンスタンドと駐車場を、土産物屋とアトラクションが楽しめる、遊園地を道沿いに作ったという設定で、ミニエリア、 チェスターヘスターのディノラマを誕生させる形でオープンした。この遊園地は70年代にアメリカでよく見られたものである。イマジニアのジョーロードによると、古生物学者のフィルカリーやボブバッカーの意見を参考にこのエリアを設計した。ありがとうございます。